坂井出港は、香川県坂井出市にある、重要港湾。港湾管理は、坂井出市、関税法による、開港場、港湾法上の重要港湾、高速法上の特定港に指定されている。坂井出港は、微山瀬戸香川県のほぼ中央に位置し、江戸時代より潮の積み出し港として栄えた。昭和初期には、岸壁も整備されて、近代的な商港として繁栄し、 1948年1月1日に関税法による開口状に指定、1951年9月22日に重要港湾に指定、高速法上の特定港にも指定されている。その後、万の州埋め立てに伴う大規模臨海工場の誘致、塩田跡地を活用した港湾開発などにより、香川県の工業と境出市の発展に大きく貢献し、 現在、四国北東部における流通拠点として重要な役割を果たしている。三味島北端から、小瀬島南端及び大谷富町あざ備三3095番地の2を順次結んだ、線並びに陸岸により囲まれた海面、綾川河口の江尻町あざ本城1番地の1の東南端角及び林田町あざ横田4233番地の平野西南端角を結ぶ線。 大見川松山橋及び大谷府川新興橋、万の尻運河万の尻橋下流の河川水面。ただし、漁港漁場整備法により指定された、極小漁港、東浦漁港及び西の浦漁港の区域を除く、港湾区域面積1631ヘクタール、境出港は、文政7年1824年、文政12年1829年に行われた、 塩田の畜造によって生成された塩の積み出し、石炭の荷上げ等のために、天保2年半戦病地として、船溜まりを畜造したことから始まる。明治時代に入り、塩田の畜造、生塩が盛んになり、塩の輸送が増大するとともに、サルキ平野で栽培された麦を加工した、聖麦、麦粉等の移出も盛んとなり、昭和2年から7年にかけて、聖岩壁、東埋立地、 二周目建て地が築造された。これにより、証券も朝鮮半島、台湾、北海道、カラフトまでに達した。昭和12年1937年から中央特定の建設が、昭和21年1946年12月の南海地震により、当時の主岸壁であった西岸壁が崩壊し、港湾の機能は停止状態になったが、約三カ年で復旧させた。 昭和40年1965年から昭和47年1972年にかけて番の州に番の州臨海工業団地が造成され、川崎重工業、三菱化成、四国電力、アジア協石、吉田工業、ライオンオーレオケミカル等が立地し、香川県における工業の中核となっている。境で部に広がっていた塩田は、技術の近代化により、 昭和46年末には全面的に廃止された。塩田跡地の埋め立て等により、林田、赤羽浜、松が、裏等に、岸壁、工業用地が整備され、物流の拠点となっている。ありがとうございます。